県庁を訪れたのは日本被団協の代表委員で長崎原爆被災者協議会の会長を務める田中茂道さんら5人です。県職員に盛大な拍手で迎えられた後、喜びを語りました。10月11日、私たちが加盟している日本原爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞いたしました。私たち待ちに待っていたことで本当に心より喜びました。この受賞を機会にですね、私たちの願いである核兵器をなくす、そういう運動がですね、この波のように世界中に広がっていったらいいんだと思っております。県挙げてこの私たちのノーベル賞を喜んでくださっているというふうに感じ取られて本当に嬉しかったです。来年は80年という区切りの年ですし、そういう年に本当にこのノーベル賞をいただけてもうダメだろうというふうに半分諦めておりましたけれども、いただくことができて本当に嬉しいですね。検討いたしましても、しっかりと次世代に引き継ぎながら、この長崎が最後の被爆地であるということを、あり続けるということを力強く世界に対して訴えていきたいと思いますし、核兵器廃絶を一日でも早く実現できるように引き続きの努力を続けていきたいと思っております。田中会長らは長崎市役所にも足を運び、鈴木市長に受賞を報告しました。ご自身のその辛い経験、苦しみ、これをその世界に向けて発信して、そして世界に対してそのまた平和を発信してきた、その苦労が少しでも報われたということだというふうに思っております。こんなお願いをする一幕も。パブリックビューイングを市の方で考えていただけないかなというのがちょっと最初の受賞式のですね、はい、12月10日のなんか夜9時過ぎだそうなんですけれども。9時過ぎなんですね、はい、日本時間で、なるほど、ちょっと大変だとは思うんですけれども、はい、そういう意見も出ております。わかりました。ちょっとそこはまた検討させていただきたいと思います。ノーベル平和賞の授賞式は12月10日にノルウェーのオスロで行われる予定で、被災協からの参加者については近日発表されます。